So as you can see, it's raining here in Nagoya today. I'm here at Nagoya Station waiting for my train to Tokyo. I'm taking a Shinkansen bullet train, Nozomi 206, to Tokyo. It arrives at 7:32, so I have a little bit of time on my hands here in Nagoya. I'm going to just sit here and watch the rain, I guess. So. When I step off of the train is an advertisement for the exhibition that I'm currently walking to right now. Pretty cool. So I'm here in Tokyo today and I'm standing in front of Mirai-kan, the National Museum of Emerging Science and Innovation, where they're holding a special ninja exhibition and lecture. There's not too many people here today and it's raining. That's fine, I enjoy the cool weather. The lecture doesn't start until 1 o'clock, so I have plenty of time to go inside, see what kind of activities they have, see what they have on display. Let's do that. So I've made it inside. I've got my ticket. I'm about to go in, check it out, see what they have. Thank you.
関西大学が社会連携ということで、地元の伊賀がありますので、この道の研究ということを始めました。で、まあ、今回この日本科学未来館で、こちらが千駄ヶ谷とかありますけれども、千駄ヶ谷から現在の国立競技場、先ほど先生の方から忍者の歴史という、その発生からですね、虚構の世界を含めていろいろお話がありましたけれども、まあ、全て忍者国というか日本の文化の一つとしてここに来ていただいたというふうに思います。で、今回はですね、ここの科学あるんですよ。でここに、これはあの宝の壺だ。でここにこう取り込めてですね、有名なこととかですね、自分がこの中に入って隠れるんだ、怨行ですね、隠れてしまう。そして悪いことから守ってもらうとか、まあ、いろいろあるんですよ。でこんな長いのこんなやってられないので、短くですね、こう刀にしてまして、これに鉛筆をね、ここの壺を切るわけですね。そしてこう真ん中辺にえいってやるとなおかっこいいね。こう真ん中これかっこいいからこうやってこれね、こんなことして歩くんだってありましたね。これ歩けません。その歩いたって意味ないですけどね。あのこれはあのうさぎの歩き方とこう言ってるんですよね。まあそういうこう、これは小さくこうなってですね、こういうふうにしてこう小さくこう忍び込んでいく、これのためなんですよ。そして目立たない、そしてですね、こういうふうに、こうあるふうに、これがあるんですけど、これは夫婦前進みたいなんですけどね、これは亀で、ウサギと亀なんです。の歩き方、これがこの忍び込む時の一つの動きとしての基本になるんですね。で、これはやっぱり、こうやってそーっと忍び込んでいくと、そーっと忍び込んでいくよって、こう、これ誰でもやりますね、これ。この時一番大事なのは、この抜く、刺す、抜く、刺す、抜く、刺す、こういう、これをやらないといけないんですよ。これを抜き足差し足って言うんですよね。何のためにっていうのがちょうどよかったんですけどね。こういう真っ暗闇で、このまま普通にこうやって行ったら、バーってこうなりますね。絶対なりますね。で、こう、さーっとこう行って、バーってこうなりますね。絶対なるでしょ。で、それをですね、抜き足差し足っていう、こういうふうにしたら絶対ならないですね。絶対ならないですね、こうダーってこう。で、後ろやっても、こうやって下がったらこうひっくり返りますよね。でもこうやったらならんですね。だから必ずこういうふうに行うんですね。この基礎ですね。まあ、実際にこれを置いとくはいいんです。もっと狭かったら。これはちょっとこれこうなりますね。で狭いときは横に入ると。ですね。こういうふうな。ね。これは強く。たたくんですね。非常に。こうやりましてね、これは今どこをどうやってしてますか。男性の方の一番の急所ですね。こう叩く、叩くですね。そしてこれは今ここを外して、そしてここを守るということを行ってね。で、これはいろんな呼吸とともにですね、この筋を動かして、ガスが出していると。呼吸で、それは話だと思うんですが、なぜ今、忍者が再び注目されているっていうふうにお考えでしょうか。そうですね、まあ、一つは、まあ、世界でもナルトであったり、そういう、こうアニメが流行ってきていたっていうのは、まあ、素地としてあるんだと思うんですけれども、で、まあ、日本におきまして、
まあ、あの手前味噌ですね。私たちあの、まあ、忍者に関する、まあ、学術的な研究というものを、まあ、行いまして、はい、でまあ、これまで、まあ、日本人にとっては忍者と知っているんですけれども、本当にいたのかっていう今でも。